皆さんこんにちは、賃貸大崎です。本日は奈良市東区町長にございます 2LDK の物件の紹介となっております。まずこちらが玄関のスペースとなっております。こちらにはあらかじめシューズボックスがこのようについておりますので、ご家族分の靴もしっかりと収納がしていただけるようになっております。そしてこちらが手洗いとなっております。大変清潔感のある白で統一されたお手洗いとなっております。そして水回りの方がこちらになっております。まずこちらがゆったりとした脱衣スペースとなっておりまして、こちらにはシャンプードレッサー付きの独立の洗面台がございます。そして洗濯機置き場がございまして、奥の方がなんとですね、足を伸ばしてご入浴いただける追い炊き機能付きの一坪浴槽となっております。オレンジ色のとっても爽やかな浴室となっておりまして、上には浴室乾燥、そして小窓もついてますので、換気ですとかお洗濯物もね、しっかりと乾かすことができるようになっております。こちらのボタンでいろいろと調節がしていただけるようになっております。そしてリビング、そしてキッチンスペースの方がこちらになっております。キッチンの方は人気のカウンターキッチンタイプとなっておりまして、こちらにお好みのコンロを置いていただく形になっております。また角部屋ということで、こちらの方にも大きな窓がついております。上の釣り戸棚がですね、この後ろの部分にございますので、とてもね、すっきりとしたキッチンのねカウンター部分となっております。また収納の方もこういう形でたっぷりとついておりまして、こちらにですね、冷蔵庫、そして戸棚の下に食器棚など並べて置いていただけるよう、しっかりとね、このように広さが取られております。リビングもですね、こういう形でダイニングテーブル、そしてソファーなんかもゆったりと置いていただけそうな広々としたリビングスペースとなっております。各お部屋の照明、そしてこちらにはエアコンもついておりますので、初期費用も抑えられて大変嬉しいですね。バルコニーの方は東向きとなっております。はい、こういう形で広さもね、しっかりとございますので、お洗濯物もねたっぷりと乾かしていただけます。さらにですね、こちら窓際にこのような室内物干しの設備もついておりますので、こういう形でですね、室内でもお洗濯物を乾かしていただくことができますので、大変便利ですね。そしてお隣のお部屋、洋室となっております。段差などもございませんので、リビングと合わせて使っていただくこともできるようになっております。グレーのアクセントクロスがとてもおしゃれな室内となっております。さらに収納がございまして、こちらは約1点分のクローゼット収納となってますので、お洋服もたっぷりねかけていただくことができるようになっております。さらにですね、反対側に洋室がもう一つございます。はい、こちらですね、はい、こちらにもエアコンついておりますので、お引越しの当日から快適に作業もしていただけます。そしてですね、こちら収納がクローゼット2つございまして、こちらとこちらですね、こちらにはお布団など入れていただけるような棚もついておりますので、お荷物に合わせて収納がしていただけるようになっております。詳細条件につきましては、弊社のホームページの方でご確認ください。奈良のもてなす奈良心、賃貸大崎では、皆様のお家探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介をさせていただきました。奈良のもてなす奈良心、賃貸大崎では、広告キャンペーン、ネット予約サービスなど、様々なサービスで、皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。